今から SG480 のレンズ交換を行います。本製品はスペアレンズが付属しており、簡単に交換することができます。テンプル部分が2段階に曲がります。1段階目で止まるところにセットしてください。レンズの下の部分を持って外してください。その際、テンプル側に力を入れると外れやすいです。次にスペアレンズを入れます。外した要領で今度は逆の工程を行っていきます。テンプルを1段階目の止まる部分にセットした状態でレンズを挿入します。その際、レンズを鼻の方向からはめ込むようにしてください。テンプル側もしっかりはめ込み、テンプル側の穴からレンズ部分が見えない状態を確認できたら、テンプルを伸ばしてください。以上でレンズ交換完了です。